公益財団法人ジャパンスタッドブックインターナショナルとは日本の競争馬の場名、軽手馬登録管理、国際交流を行う公益財団法人である。本部は東京都港区。これまで財団法人日本軽手馬登録協会が競争馬、軽手馬の登録部門、財団法人競馬国際交流協会は国内外を問わず競馬の国際化を推進することを目指した。 情報交換機関として運営されていたが、国際性という点で共通する二つの財団法人を合併することによって、競馬と競手馬の情報集約を図り、より効率的、効果的な競馬情報の発信と、さらなる競馬の国際化と、競馬産業の発展に寄与することを目指して、設立された組織である。2010年9月9日に、主務大臣である、農林水産大臣の許可、 承諾、財団法人の運営が認可が下され、12月1日付で正式発足を迎えた。2011年12月26日に公益認定を受け、2012年1月4日に内閣府所管の公益財団法人ジャパンスタッドブックインターナショナルとなった。現在は、競馬国際交流協会の行ってきた国内外に対しての情報収集と提供。 技術交流、国際交流行事や会議への支援、日本軽手話登録協会の行ってきた、軽手話の登録、登録情報の管理、軽手話改良の研究、書籍の発行などを主業務としている。2013年1月からは、従来軽手話育成調教センターが所管していた、厚労馬つなぎ用展示事業を引き継ぐことになった。ありがとうございます。